ガンケフェス2017入り口でございます。スタート。 Now hear this! Hear me now, Massive and Flow! You're watching Neil Vlogs on YouTube! ブッタ! Hear me? まず気になるのはこのスクーター。かっこいいね。イエイ。さあ入ってみたいと思います。入り口の雰囲気はあえて静か。夕方の4時5分です。ここから35分にわたってワンカットでガンケフェスを全て紹介したいと思います。いけるかな。結構大きいんです。僕ニールは初めて来ました。2017年ガンケフェス初体験。おお、恐竜が飛んでる。すげえ。何これ。流木で作りました恐竜。ガンケフェス、アート性が高い。まず入り口の近くにあるのはテントサイト。サイトテント立ててます。頑張ってください。コールマンのテントは比較的多いです。すげえ、あの奥めっちゃでかいのある。どうだどうだどうだ、この辺は第3ステージ、まもなくライブが始まります。みんな待ってます。こんにちは。ガンケフェスどうですか。楽しい。くるくる回ってる。酔っちゃうね。じゃあねー。いいね、楽しいっていう言葉が来ました。今日の一番聞いてる言葉はでも暑い。僕自身まあ55回ぐらいは言ってます。わっ、ドローン、ドローン来ました。気になるゾーン。いやー、うわー、マジで危ない危ない危ない。ここにいたらもう何しに来たか忘れる。アーチェリー、イエー。おお、みんなうまい。いやあ、 MC だ MC。ギガセットアメリカ、イエーイ。いいね、ありがとう。さあ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 、日陰は気持ちいい、日当たりはやばい。今日はね、日に当たりすぎてこんなねタオルを巻くことになりました。やばいっす。こんにちは。こんにちは。どうですか今日。暑いっすね。暑い。ありがとうございます。今日のキーワード言ってくれましたね。暑い。暑い。今日のキーワード。二人で揃って言おう。今日はガンケフェス2017。おお、バッチリ。ありがとうございます。リハーサルしてませんからね、こういうのはね。いいね。もうわー、気になる気になる。飛んだり跳ねたり。お、めっちゃいいキャラ発見。こんにちは、こんにちは、こんにちは。ハロー、ハロー。かわいい、いいですね。お、持ち主さんが、お、はい、いや、かわいい、わあ、盛り上がってきた。よし、ありがとう。ライブがちょうど終わりました。今日の暑さによってお客さんが綺麗に日陰だけに
座ってる。こちらの日当たりはあんまり人気がありません。アドベンチャークラブ、十勝アドベンチャークラブ、このすぐ近くに事務所があります。今日はラフティング、カヤック、サップなどバランス感覚を鍛えております。頑張れ、はい、スタイル出してるね。カヤックとサップの出発ポイントです。どんな感じか見ていきましょう。いやー、ちょうど出発、いってらっしゃい。うわー、気持ちよさそう。絵になりますね。絵になりますね。すげー、サップ乗ってる。そこ、お、ここも乗ってる。ちょっと不安定な雰囲気出してます。岩系の名前の由来はこちらの崖でしょうか。超詳しくはないんですけど、そこな気がします。崖フェス、いいね、水遊び。よし、行こう。 NEXT、 まだまだ広い会場、時間が足りない、急がなきゃ。お、オフィシャルフォトグラファー派遣しました。なぜか映像なんですけど、ね、なぜか映像。どうですか今日の映像は。全部 iPhone で作ってやる。うわー、素晴らしい。 iPhone、GoPro、 そんな感じでいきましょう。だってこの三脚ブレブレなんですけど、あのチャッシー三脚使ってますね。忘れました。OK です、全然 OK です。いいですね。そういうもんじゃない、軽い方がいいですから今。あと動きだ、そこ、そうですね、金で買えないしね。ずっとあの、ね、コメンタリーしてもらえば。いいよ、喋るよ。音楽なし。全然いい。語りはから始まって、ね、そう語り入れるわ。最高でしたね。多分熱いよ、50回言って終わるっていう。そうだね、そんな感じかもしれないですけど。49回も行ったんですけど。あ、行った。あと1回熱い。頑張ってね。頑張ります。あ、うちのブースです。やった。ルームマガジン、フォトエキシビション、スノーボード、川団地図書館、ブック、ぜひ読んでください。ナブさんワールド、オレンジトリップの表紙になった絵。いやー、ナイス DJ。 いやー、ありがとうございます。うわー、いいですね。お、危ない。シャキーン。ガンケフェスオリジナルグッズチェック。こんにちは。ガンケフェスオリジナルグッズチェックしに来ました。うわ、どうですか今日。
何が人気ですか？タオル？タオル？人気はタオルと、タオルとサングラス。あ、サングラス。サングラス気になります。サングラス気になります。おお、いい色がいい。いや、グッド、ありがとうございます。素晴らしい。一生懸命やっております。後でちょっと取材したいと思います。これじゃあまた後行くから見せてもらう。ガンケフェスメインステージを越えると分かれ道があります。クライミングウォール見に行こうか。クライミングウォール普段からあります。すごい大きいかっこいいクライミングウォール。これです。やってるやってる、やってます。いやー、降りてきました。ぜひ後で行きたい。行きたいね。お礼もマッサージしたい。マッサージ良さそうですね。いいね。こちらはヘア&メイクフェイスペイント。子供たちがめちゃめちゃ可愛くなっております。最後に額で写真を撮り、かわいい。こんにちは。こんにちは。あ、固まってた。寒い。ねえ。癒しと優しさのエリアでした。いらっしゃい。お、また流木の跡があります。どうも、どうですか今日？楽しいね。ナイス。汗だくのスケーターいました。ということでスケートゾーンに近づきました。お、結構にぎわってる。すげえ。いやー、ティクタック、かっこいい。いいね。ミニランプもある。アイテムも置いてる。ロングボードを乗れる。今日は札幌からデモボードを持ってきて、ロングボードの試し乗りできるそうです。いいですね。暑いですね。めちゃくちゃ最高じゃないですか。ウィール溶けてないですか？溶け気味です。溶け気味。すげえ滑ります。やっぱり、はい、気をつけて。ナイス。いいね。おおおお、あれ、あ、緊張、緊張した。カメラ、カメラで緊張した。チャンス、チャンス、チャンス、チャンス。
もう一回もう一回。カモンカモン。Yeah, dancing. Nice. ありがとう。第2ステージです。ちょうど今、誰もやってないです。この後間もなくスタートかな。Yeah. Yeah. これからですか。これからです。これから？はい、OK、楽しみ。マシントラブルで。お、マジですか。はい。Oh no。うまく音出ればいいなっていう。わお。OK です。大丈夫です。ガンケでお願いします。OK。Yeah. 後ほど。Yeah。なんとか音出るように、もう一回行きたいと思います。今のところ、15分40秒経過しております。ふぅ、いろんな人いて、みんないい顔してます。まあいい顔するよね。こんないい天気で、こんな気持ちのいいイベント。もう一回今度フードゾーン行きたいと思います。 What's the dinner? まずうわーいちご、お、ちょうどありがとうございます。あれ俺のじゃなかった。どうですかって聞こうと、まず、あ、食べた食べた、まだ食べてない。あ、まだ食べてない。じゃあちょっとその最初のリアクション、フードレポーターお願いします。フードレポーター、美味しいです。おー、今いいリアクション、シャキッとした感じで、シャキッと楽しんでいいですね。おー、こんにちは、久しぶりです。どうも。カレーどうですか。カレー美味しそうですね。美味しそうだね、はい、これからいただきます。ちょっと一口でフードレポートお願いします。はい、カレーの方、お味は。うー、おいしい。おー、ナイス、ありがとうございます。あとでね。ですね、うわー、焼き鳥やばい、今日の一番暑い仕事じゃないですか。これはやばい、激熱です。大丈夫ですか。もう暑いです。暑いね。暑いです。後ろから見て、この首、この夜景、うわー、来てる来てる、やばい。頑張ってください。ありがとう。いや、あー、 GoPro、 GoPro 取りやっこ、 GoPro 取りやっこ。イエー。あ、そうです、映像を後で流すんで、見に来てください。ありがとうございます。イエー。おー、こんにちは。どうですか、売れてますか。ぼちぼち、ぼちぼち、ぼちぼち。もう一声だそうです。皆さん来てください。ありがとう、ありがとう。わ、ワイン、冷えてるワインあります。こちらはオーガニックのかき氷。かき氷美味しそう。ジュース、ビール。フードのセレクションはとてもいいと思います。オーガニックも多いし、だいたい一通り食べました今日。こんにちは。どうですか。ぼちぼちです。ぼちぼち、はい、オッケー。とりあえず暑いね、はい、ありがとうございました。暑いね。うわー、ここに飛び込みたいもん。冷たいですよ、いかがですか。飛び込んじゃえ、飛び込んじゃえ。いいですか、頭だけ入れていいですか。いいですね、いいですよ。あ、こちらまた暑い仕事場を発見しました。なんとピザ窯。ピザ窯、今日は暑そうですね。暑いです。大丈夫ですか。暑いです。めちゃくちゃ暑いじゃないですか。暑いです。いやー、これはきつい仕事ですけど、頑張ってほしいです。見てください、この本物の窯。いいですか、ちょっと覗いて。わーお、かっこいい。うわ、すごい熱、やっぱり。ひゃー、頑張れー。美味しいものを作るのに皆さん各自苦労しているのが分かります。ありがとうございます。こちらはタイ料理。あ、
またいたこのメンバーまたいた。今度は何ですか、かき氷とタピオカ。タピオカいいですね、おしゃれたこ焼き、日本といえばお祭りといえばたこ焼き、間違いない。クッキー、ワイン、チーズ、共同学者、おいしいチーズですよ。こちらは先ほどいただきました鹿肉のソーセージ、最高に美味しかったです。こちらもとても熱い仕事ですね。熱いですね。今日は大丈夫ですか。はい、大丈夫です。大丈夫、はい。あ、賢い。後ろちゃんと日よけ作ったもんね賢いわ。そしてもう一回入ってみよう。来たオレンジベイビー、オレンジベイビー来たオレンジベイ固まってるよ。おい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 、しかとしたな今。バイ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 。4時30分、だいたいいいタイミングで歩き回りました。眼形フェス、そうですね、音楽とカルチャーとスポーツとアウトドア全部揃ってますね。しかもセンスよくハイクオリティ、そして北海道らしくちょっとゆるい。おお、娘のシアナちゃんでございます。どうしたの？盛り上がってる盛り上がってる盛り上がってる、めっちゃ盛り上がってる、すげえ。あっち行って戻ってきた？分かった、じゃあ俺もちょっと戻ろうかな、図書館に最後行きたいと思います。今日用意した図書館でございます。カシミヤちゃん、おいで。お魚の取るやつは？魚釣り？何？お魚の取るやつは？ちょっとこうやるやつと同じさ。あ、ネット？あ、持ってきてない。お家にさ、キャンピングカーの前に置いたし。そうなんだよね。なんで？ごめん、それね、積まなかった。悪い悪い、とりあえずさ本読もう。本読んであげるわ、かっち、ここで絵本。あ、そっか、わかりました。え、あ、言いますが、日に焼けすぎました。皆さん水と塩分しっかりとって休みましょう。この後映画上映バックトゥザフューチャー楽しんでください。ガンキフェス2017紹介でした。あれ、どうしたの？あ、どうしたの？エリのお父さんの海に。え？エリのお父さんの海に行けなかった。行きたかった？じゃあ一緒に行こう。ニールと行こう。Thanks for watching. Please subscribe and see you tomorrow.